さあ残る優勝戦ビットはあと2つ。仕上がり万全の地元のシリーズリーダーの岩瀬雄介がどっかり人気を集める競争で3つ目の準優勝戦の11レースが争われます。これまで発走7連対というのが長溝和樹、さらには小林文彦、巧みに調整の引き出しを開けながらというところも、なかなか今シリーズは苦労している3号艇の倉谷和信、ただ百戦錬磨の好さばきを誇る倉谷、小林文彦、さらには5号艇の原義明に6号艇古田祐樹、間に合った月を生かしながら思い切って攻めたいところ。原義明も夜の調整、乗りづらさという面が課題ではあったが、きっちり調整を施して登場か。岩瀬雄介、長溝和樹に倉谷和信、4号艇の小林から下げて4角に小林文彦、5コース原義明、最アウト6号艇の古田祐樹です。さあ、あとはスタートに集中か岩瀬の陰線ですが、枠番通り3対3で3つ目の準牛です。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。3つ目の準牛挑戦の11レース、スタートしました。内側3艇好タイミング、0台ピタッと踏み込んだ1号艇やや伸び返す1号艇の岩瀬、2号艇の長溝冷戦させて3号艇真ん中狙ってくる3号艇ですが、押さずに倉田に流れた。展開すぐ4号艇の小林、上位は1番4番となって岩瀬は快勝のイン逃げ、続く4号艇の小林文彦、3番手争いは長溝か倉田か、前提サーター正常を2番手争い競り込んだ2号艇勢いよく来る長溝、思い切る4号艇長溝がうまく運んで3号艇も切り込んで倉谷が登場。4号艇の小林、3号艇ボートに並べてやや後方から2号艇の長溝が追撃差は一定心。3艇固まった大激戦の2番手競り、3号艇倉谷が牽制がっちりガード、ここでうまく運んだ倉谷、4号艇ついて回る格好、4号艇の小林ターンが流れた。2号艇の長溝が追撃でありますが、センターから3号艇の倉谷が一歩前、ただ2号艇4号艇あたりがちょっぴり足で追いついてくる感じがある。長溝が勢いよく来るが、3号艇倉谷がかぶせ込みに行った、4号艇もおっと外を行って迷ったか小林、ここで3号艇の倉谷が突き放した。2号艇の長溝和樹が3番4号艇の小林が4番手から追撃で2号艇の長溝にボートを並べるか、ここから6号艇古田祐樹でラストは5号艇の原義明、4号艇小林が3番手ターン、2号艇の長溝を前を十分取ってボートを返す、4号艇手が浮かんで2号艇若干キャビって、4号艇の小林が優勢、上位は1番3番4番の体型であります。圧勝快勝のイン逃げ成功から1号艇の岩瀬雄介、鈴木3号艇の倉谷和信3番手競り、2号艇長溝潜り込んでコーナー先に回った、開いて冷静に切り込む4号艇ワンバウンドあったが小林雄勢、先頭1番の岩瀬五輪、2着で3番の倉谷です。4番の小林が3着、2番の長溝、6番の古田、5番の原五輪。